どうも皆さんこんにちは、養生大好きリュウです。さあ本日なんですが、立夏というテーマを皆さんはご存知でしょうか。新しいパックでね追加されました、立夏というテーマ、6に花と書いて立夏って読むんですけども、この立夏デッキ何がねいいってね、イラストアド高いんですよ。イラストアド高すぎるでしょ可愛いんだけど、立夏デッキのそのモンスター全部可愛い女の子で固められてましてですね、オタク歓喜、私のようなね幼女が大好きなオタクが本当歓喜してるんですけども、全員可愛いっていうね、アロマとかと同じような感じで、イラストアドがすごい高いモンスターで、でどういう、デッキかっていうと、なんかリリース植物族モンスターをなんかリリースしてなんか出したりとか、リリースしてなんか効果を発動するカードがすごい多くてですね、例えば、この立夏星スノードロップだと植物族をリリースしてこいつとこいつ以外の植物族を手札から特殊召喚できる、効果を持ってるんですよ。で、この効果を使うと植物族しか出せないっていう制約あるんで、例えばこれこっちレベル8なんですけども、8と8出して例えば N ヤード出したくても植物族縛りあるから出せないんですよね。立夏のデッキね、結構 OCG の方でも俺調べたんだけど、リンクスに来てる立夏初動カードはまた取り上げられてるんですよ。なんか知らないでいうところのモノロベみたいなカードがあるんですけど、あれないんですよ。で、芽吹くがね、スキルの芽吹く使おうと思ってたんだけども、芽吹くも規制されて結構初動カード辛くて、このデッキ初動2枚なんですよ。2枚コンボなんですよ。まあ、その時点でなんかそんな強くないっていう話はねあるんですけども、可愛いんで、例えばこいつとかだったら立夏星ボタンは、自分のフィールドの植物コンボさえいったらリリースして特殊召喚できるレベル6ということで、で召喚、植物族モンスターの効果で特殊召喚成功すると、デッキから立夏魔法トラップ持ってこれると。でこれがねやっぱサーチカードとして一番強くて、絢爛、植物族をリリースして発動することもできるし、別に普通に発動することもできるんだけども、普通に発動すると立夏を持ってくる、もしくは、リリースして発動するとデッキから立夏モンスター、一体を手札に加えて、さらに手札に加えたモンスターとはカード面が異なる植物モンスター一体を手札に加える、まあ、2枚サーチできるという感じですね。まあリリースしてるんで、まあ、1枚か2枚になってるわけではないという感じなんですが、で、そんな感じでこうリリースして、モンスターをサーチして戦っていく感じ のデッキになりますね。でこいつは、フィールドのモンスターがリリースされるとテックだから特殊召喚できるレベル4のモンスター でこいつが結構、ね、有用で、自分のフィールドの植物モンスターをレベルを、ターン終了時まで2つ上げることができるんですよ。だから例えばですね、人参とプリム並ぶとか結構あるんですけど、人参とプリム並んだら両方のレベルを、2個上げて、で6エクシーズみたいな、6エクシーズ新しいこのモンスターもいるんだけども、こういうのとかね、こういうのとかは出せますと。でこれがね、万能でもないけど、唯一のそのなんか強みというか、このデッキの、自分のフィールドの立夏モンスターがリリースされると相手は自身のフィールドのモンスターをリリースしなければならないと、痛み分けみたいな感じですね。あれこれができると、だから、この効果を使ってなんとか相手を除去していきたいというふうに思っております。で、これは、立夏を蘇生するっていうトラップカードで、こいつは、リリース攻撃宣言時、自分の植物語モンスターの攻撃宣言時にこいつを手札かフィールドからリリースすると、打点が1000アップできるっていう効果ですね。でこいつはモンスターの効果が、対象にする自分のフィールドの立夏モンスターが存在していて、自分のフィールドのモンスターを対象とするモンスターの効果が相手が発動したら、これを手札からかフィールドからリリースしてそれを無効にできると、だからこの辺は手札誘発みたいなねイメージですね。で初動札はもうバルブと人参とバララバー、この辺のカードプラスこれかこれみたいな感じですね。なので、厳しいですなかなか動けないっていうこともあるんですが、なんとかね、戦っていきたい、そんな風に考えております。でこいつが強い、すげえ。フィールドのカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果が発動したとき、自分のフィールドの表側表示の植物モンスターいったらリリースして発動できる、その発動を無効にして破壊すると。だからねキャバルリーなんですよ。コスト言いますけど、相手のフィールドのカードを自分が相手がね対象に取ってきたカードとか、例えばアレイスターとか、ああいうのも多分無効にできるんで、これだから、これほんとキャバロリーなんですよ。だからこのモンスターがエースモンスターまであります、このデッキは。で、打点が足んなかったんで、デッキとして、粉砕とかいう、あまりにもなんか、これ、いつの時代のスキルみたいな、
あのスキルを使って、打点をアップしてぶん殴っていくっていうねデッキにしてきたんで、早速ねリッカの動きをね見ていきましょう。デュエルスタンバイ。さあリッカデッキのねパワーの低さをねお見舞いしていきたいと、そんな風に考えております。あーでもまあ悪くはないですねこれ、結構まあそこそこいいハンドかな。うん、割といいハンドではあるね。で、立花生ボタンの効果と立花生ボタンの効果によってバララバーをリリースして、特殊召喚、うん、で、立花生ボタンの効果と、なんか立花のなんか魔法トラップカード的なやつを持ってこれるやつ、そして立花の風花の効果を発動。このカードは、立花モンスターがリリースをされてしまうと相手のモンスターはリリースをしなければいけないと、相手はねリリースしなければいけないんですよこれ、風花、まあ要は痛み分けみたいな感じですね。さあお前そのモンスター自分で墓地に送りな、自分で墓地に送れ、自分自ら自分で出したモンスターを自分の手で墓地に送れ神ゲー。そしてバララバーの効果発動、バララバーの効果によって手札から立花生ヘレボラスを特殊召喚するしかないね、これ出して、でいやヘレボラス出して88出して、こちらねでこれ特殊召喚していく、でカード1枚セット、ちょっと誘発あるかどうか知んないけど、これそのままバトルかな、あのなんか殺せなさそう、あのワンキルできないから1200と2800なんですよ、スノードロップとティタニアルがなんでね、4000だったらワンキル取れるんで今行くんですけど、ちょっと5000あったんでライフポイントがちょっと若干ね、あの強そうに見えたんで、ちょっと一回蘇生そしてできるんで、どっちか、まあそれはいいだろう。さあ融合、しかもねこれねエクストラディッケのモンスター全然使ってないんで、意外と相手融合しづらいと思いますね。でサーベルタイガーが立ったらマジで粉砕するしかないんだけどマジで粉砕するしかないっていう、粉砕で届くんかみたいな話あるけど、でも意外と届くんですよね、意外と届きます。さあムーンライトフュージョンある、これ3体融合されるかな、いや3体融合されたら粉砕してなんとかなんじゃないかな、3体レベル高いやつ並ぶからさ、意外とさこいつので、ね、あそっちなんだ、そっちはいける、そっちはいける、あぶねサーベルタイガーぶっ殺せるっていうとこ見せたかったけど、もういいや、そっちはいい、全然そっちは全然いい、全く問題ない、それは問題ない。キツネ効果はそれ向こうあってるでしょ、向こうあって意味ない、はい。ムーンライトもね結構環境的には今結構強いかもしれないですね、まあちょっとサンダードラゴンのレビオニアがきついっていうのはありますけど。さあでこれで100ダメージずつ地味に削られていくスタイルね、この地味パンチマジで欲しいよな、もう戦闘でも破壊されねえし、うざあそれも殴ってくるのね、痛い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 、それ100ダ、この400ダメージ意味ある、そんな俺のライフ削りたい、なんか横置いといた方が壁としてよかったんじゃないかみたいな話あるけどね。これね風花の効果多分テキスト読んでないんで、こいつ分からせますね、はい分からせます、オバハンビートします、立花生スノードロップの効果発動、立花をリリースして、てかだからティタニアルちゃんと、そしてスノードロップはこうだな、で立花の風花の効果発動、リッカをリリースしたんで相手はモンスターをリリースしなければならない、これアドバンスか、これアドバンス召喚して、さあクリボールが2枚ほど、カイトロイドあっても耐えられません、バトルフェイズ、おいエクシーズしろよおいエクシーズしろよ。さあテンパラス耐えれるんでしょうか、あとまだもう1枚ぐらいありますね、もう1枚ぐらいなんかありますね、まだありますね、なんかこれカイトか、テンパラス、さあテンパラス2枚もしっかりと貫通していく、これがねリッカのね展開力ですよ、エクシーズせいや、
さあお相手の方、万丈目純選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、デュエル。これなんでなんだっけ、この牛尾を使ってるかっていうと、めちゃくちゃ気持ち悪いからですね。牛尾が、牛尾ってキャラクターは気持ち悪いので言い過ぎか、言い過ぎかな。大正向こうおばさん、大正向こうおばさん持ってこよう。人参ガラシの大正向こうおばさんでいいや。大正向こうおばさん圧倒的喧嘩ですよ。こうしてで人参効果発動、人参効果発動してバララバー捨てて、人参で立花生ボタン効果、こうしてで立花生ボタン効果で蘇生札の方がいいかな。これは蘇生札の方がいいですね。蘇生札でサクリファイスエスケープみたいなことできるんで、一応で、ボタンでギターにある特殊召喚からのドロップ特殊召喚と、カード1枚セット、これでターン終了。さあ、この盤面になったら一応ね、本当はさ、このさ蘇生札とさ、あの風花めっちゃ積んどきたいんだけど、めっちゃ積んどきたいんだけど、なんかね、入れるわけマジない、初動札2枚必要だからさ、あ、それはねきついね、それきついわ。リリース意味ねえじゃん、あのデッキ。あのデッキリリース意味ねえんだけど、エネミーコントローラー、なるほど、エネミーコントローラーリリースして、はい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 、で対象は、あー、まあじゃあそれサクリファイスエスケープしてもいいかもね。あの、まあ、これ対象無効にもできるんですけど、ティタニアルで、ティタニアルは他の植物モンスターをリリースするとあれです、対象を無効にするっていう効果を持ってるんですが、まあここエスケープしちゃってもいいか、リリースして無効にしてもいいけど、無効にしてエスケープしちゃってもいいけどな、これ逃げるの方がいいか。ん、待てよ、でもこれあれか、リリースしてこうしてでこうした方が強いな、これ強いな、これめちゃくちゃ強いぞ、これ強いぞ、これ対象3回無効にできるぞ無効にして破壊3回あるぞ、対象無効3回は強くないか、これ神ゲー起きたかもしれない。これはですね、ティタニアルさんは自分か相手がカードを対象に取った時にそれを無効にして破壊できるんですよ。うわ天才かもしれない、これ超強い。バルブ OK、人参効果、これをアタッカーに変換しよう、これをアタッカーに変換して、これ人参の効果なんかあれだったよな、あのリリースだったら強かったよな、一番で、バトルフェイズ入ってで、これ分殴って、はい、お野菜パー、何何ベールか、何ベールめんどくさいわー、これ対象飛んでから特に無効にすることはできない。いやでもこれ言うて対象無効3回やるの結構強いけどな、2800だと、まあでも言うてアセットトフェニー、トフェニーシールドから突破されるか、普通に6ランク6、あでもそうでもねえな、言うて2600のあのガイアドラグーンくらいしか、あ神ゲー、そんなゲロ甘い展開は全然大丈夫。あオッケーオッケーオッケー、でカードなんか光りましたけど、まあ対象に取る効果なんじゃないですかね。で絢爛効果発動してモンスターリリースします。人参捨てましょうか、で人参捨てて捨てるっていうか、まあリリースしてでプリム持ってくるよ、でプリム持ってきたのでレベル4の人参持ってこれるよ、でプリム効果ぞ、さあプリムの効果によってこうする、でプリムは自身のレベルを6に合わせることができるんですよ。まあレベルを2個ね、あの上げるっていう、まあ他のカードも2個上げたりできるんですけども、でこれ6にすると、プリムのレベルを6にする、でスノードロップの効果はヒール上の植物モンスター選択してそれのレベルに全部合わせると、これで全部6になります。はい、でこうしていくと、こことここで
寒ザー水、劣化性寒ザー水を特殊召喚。まだ俺は召喚機を使っていないとちなみに強いだろ強いだろ。そして人参の効果発動、人参の効果によってバルブを持ち送って人参を特殊召喚していく。さあ対象は今2回目攻撃になっております。ちなみにリリースするとかんざしの効果でまた墓地からね植物が蘇ってきますからね。これめちゃくちゃ強いですよこれ。でゴー北にある。さあそのカードは何でしょうか。あとエネミーコントローラーだ。さあエネミーコントローラーの効果発動し、そのカードは対象に取る効果、つまりもちろんティターニアルで無効にできる。ティターニアルさんの効果発動、人参をリリースすることによってその効果を無効にして植物コモンスターがリリースされたのでカンザースイの効果発動。さあカンザースイの効果によって墓地からもちろん蘇ってきます。植物族がいっぱい、なんか強いやつパクタロ、これエレクトドラゴンがいいな、エレキテルドラゴンパクタロ植物族にして、はい、これがですね立夏パーフェクトムーブです。対戦ありがとうございました。さあお相手またダイナソー龍崎選手出た巨大決戦。うわー、ソゲーの匂いプンプンするわ。まああれですよね、あの呪眼マジで強すぎません？呪眼にいつもボコボコにされるっていう、なんかセレンの呪眼コズミックサイクロンなんか入ってないデッキ最近多いから、セレンの呪眼がガチでなんか外せねえっていう話がありましてですね、結構きついという。でこうしてですね、これは結構強いな、これはなかなかに強いぞ。でグローアップバルブ効果、バルブ特集で、バルブリリースしちゃっていいな、バルブリリースしちゃっていいな、でバルブリリースして俺はドロップします。これドロップ、これ結構これ強いんだよね。これなんか対象無効オバハンがっつり立てるっていう。いやでも言うてこうか、言うてこうがいいかも。でボトムストリックバグさん先行はなんかやってることオノマトの会話かみたいな感じですけどねやってることそこそこオノマトの会話かみたいな感じの動きして、でカード1枚セットして、でターンするか。一応モンスター効果1回無効で墓地の、ボタンが蘇生できるんで、そこはほなし OK。 まあ割と悪くないですね。スキドショーグヌーでもスキドショー、スキドショー言うてでも巨大決戦ってこれ何巨大決戦、これこのデッキ巨大決戦何か言えるんだけど、サイバレティックフュージョンサポート、やばい、もういきなり半分にしたや、何が起きんのこれ。カッターシャーク、カッターシャーク、やばい、カッターシャークは自身を対象に取ると、デッキからレベル4のなんか魚族を出せるという効果を持っている。さあカッターシャークで出してくるのは、お出たカッターランタン、カッターランタンはなんかランクが3から5のなんか要素に水属性モンスター出せるというゲーム機ですねこれ。カッター1枚で、さあここでやべえの来た、やべえよ来た、マジでふざけんなよ、クソギミックすぎるだろこのギミック。サイバレティックフュージョン打ってさナイトメアでダイレクトするってマジでやってることクソキモいけどねこれクソギミックすぎるわこれ、ふざけんなよ。ナイトメアは自身を対象に、他の水属性モンスターをね対象にとってダイレクトアタックできるよっていう効果を持ってるんですけど、巨大決戦でバチッコリとしっかりめに分からされていく。